東京ドームシティの遊園地で男性がコースターから転落死した事故で、警視庁は今日、業務上過失致死の疑いで関連先を一斉に捜索しました。警視庁は午前9時から事故があった東京ドームシティアトラクションズの事務所や東京ドーム本社、そして杉並区のアトラクション機器の輸入会社などを業務上過失致死の疑いで一斉に捜索しました。この事故はおととい、文京区の東京ドームシティアトラクションズのコースターから会社員の倉野内文明さんが転落して死亡したものです。警視庁によりますと、事故当時隣にいた男性が倉野内さんが前のめりになり転落したと話していることから、安全バーのロックがしっかりと固定されていなかった可能性が高いと見られています。具体的には、従業員によるロックの確認が口頭だけでマニュアルもなかったとみられ、警視庁では押収した資料を分析し、安全指導に問題がなかったか調べる方針です。誠に申し訳ございませんでした。一方、東京ドームの社長らが午後会見を開きました。もう危機意識はもう私ども十分持っているつもりですけれども、やはり事実、事故が起きてしまったということは、まだまだ意識が足りないんだというふうに、これは深く反省しております。また会見では、事故が起きたコースターで10年ほど前にセンサーの異常による追突事故が起きていたことが明らかになりました。会社側は、安全管理を問う質問には捜査中でコメントできないと繰り返し、明言を避けた会見となりました。なるべく